よし、続きやっていきますか。いよいよ国境公園ですね。キルツ、王国キルツだよ。知らないのか、国境公園をやるのさ。さあ、どう展開が変わってくるのか。国境公園って何？昔お母さんが小さい時に一度だけ見たことがあるわ。本当に夢のような世界だった。義務労働を繰り返す毎日にまさか娯楽が与えられるなんて。この壁めちゃくちゃ長いからね。すげえ。この壁のその本当一箇所にすげえ人数が集まってんだろうな。この両側に、壁の右と左に。ついに来たか。懐かしいな、この眺め。はっはっは。元気だったかい、壁ちゃん。僕らの原点って感じじゃないか。はあ、思ったより高え。やるんですね、ここで。ここが国境線の上、アルバインとクワトラを分ける壁。どちらの国も端から端まで見える。私の育った町、あれは王国キルテの常設劇場。気持ちのいい風。向こうには海、あっちは山。空が高い、ちっぽけだ私。そのちっぽけな存在が国をひっくり返すかもしんねえぞ、ハドラ。少佐、もう始まるようです。やっぱり待機してるんだ。狙撃手の準備まで少しかかる。やらせておけ。さあ、準備はどうだい君たち。おお、いつでも来いだ。風とかもあるだろうしね、これだけ高いと。スナイパー相当の腕なんじゃないか。始めよう、みんな。ヤギ頭のイザク、前工場頼んだよ。はい。王国キルツ、これから国境公園だっていうのに。アズール少佐が何を企んでるか不穏で怖い。確かにクオーツの全力をぶつけてきていますね。彼らが取り得る最強のカードがこれということでしょうか。ここら辺のセリフは新しいね。しかしここまではただの凡庸な芝居じゃねえか。独唱やダンスで見せ場はあったけど、それぞれのスキルはロードナイトやオニキスの方が上だ。ましてや俺たちのレベルにも届いてない。こっからの展開も読める。歌か踊りででかい花火を上げてドン、はい、おしまい。結局凡庸なんだよ、クオーツは。いつだって中途半端。敵を侮るな。え、王国獅子や二つの花、仕掛けは一つではない。注意は分かってる。皆様、今宵は王国キルゼの劇場へようこそ。私はヤギ頭のイザクでございます。え、どこが劇場だですって。いやだな、我らは王国キルゼですよ。僕たちが歌って踊れば、すすけたお城でもダンスパブでもお化けの出る教会でも、あのポンタルチアだって全部劇場になるんです。オーラマケロツェ。さあ、将校らが来る前に始めてしまいましょう。今日皆様にお届けするのは、ある二つの国を舞台にした秘伝。今のセリフはあれだよね、まあこの一年のクオーツの、舞台の舞台の舞台だけど舞台の舞台って公演の舞台だけど。自由を求める女、彼女を愛してしまった男、二人を引き裂く残酷な運命。話しかけてるのはあれだもんな、この劇場内にいる人とリンクさせてるのかな、あの国境公演の見物客たちを。躍動感あふれる華麗なアクロバットに高貴で美しいダンサー、アルバイン、いや
この見渡す限りの世界一の美声の持ち主から舞台を紡ぎながら自らも舞台に立つ劇場の魔術師、皆を取り仕切る鋭い美貌の座長、ああそれからヤギの股から生まれた哀れな私と。すげえな夜長、完全に劇場と一体化してる。舞台の上じゃ頭の先からつま先までイザクだ、うん、うまいなんて言葉じゃ表現できないな。もうイザクそのものだよ。自分の内側に怯えを抱えているからこそ強い仮面を身につけられる。スイッチが入るんだろうな、パチンとこう切り替わるんだろうな。天性の役者だよ夜長くんは。なんかね、芸人さんたちはこう舞台袖からね、お客さんの前に入った時パッとこう一瞬でスイッチは変わるみたいな。安心して僕の後を任せちゃってもいいかもしれないね。それなら気兼ねなくネジさんを見送れますね。こらー白田くん、寂しきこと言わない。冗談、寂しいですよ僕だって。いよいよ次だ。次のラストダンスで俺たち王国キルツの役目は終わる。あとはアドラとシシアに俺たちの思いを託すだけだ。次がダンス、みんなと踊る最後の。あ、そっかそっかそっか、このダンスがもうこのメンバーで踊る最後のダンスなんだ。そしてその先は、みんなここまで最高のパフォーマンスだった。わあ、これは泣けるじゃん、海が言うの。少しだけ話をさせてくれ。感謝を伝えたい。へえ。フミとパートナーを組まされた時のことを今も覚えてる。毎日フミについていくのに必死だった。俺が上達しなくても根を上げずに見守ってくれたみんな、ありがとう。おかげで少しはジャックエースらしい仕事をやれたと思っている。来い、お前は最高のジャックエースだったぞ。むつみ先輩は俺たちジャックの手本です。そう言ってもらえると嬉しい。ここまで俺の培ってきたものは最終公演に向けてフミに託した。だから今は高階沙羅文がクオーツの俺たちのジャックエースだ。ユニベールで他の誰よりも花のあるジャックエースだ。負けるはずがない。カイ、フミ、お前と組めてよかった。二人ともラストダンスの後は頼んだぞ。ああ、フミも嬉しそう。王国キルツの回す美しき歯車があなた様方を楽しい夢の世界へお連れいたします。さあ時を忘れる時間です。我ら王国キルツ、強楽の覚悟はお済みか翔くん。ここのね、このセリフ、強楽の覚悟はお済みか諸君っていうセリフは、まあ、キサルートだとカイ、が言うんだけど、レヴィね、団長のすごいかっけえから、セリフがなんかフミが言うとね、結構爽やかというかイケメン風というかかっこいい系になるんだけど、カイ演じるレヴィが言うとね、ドスが効いたというか、なんて言うんだろうね、閉まる。朝日が昇るまで俺たちと踊ろうじゃねえか。すごい迫力あるから、ぜひキサルートの方も、ね、見てほしいね。ついてこいよクオーツアニマ。よし、じゃあ行こうか。
風の日も荒波の夜もこの声遠く空へ優しい歌が海原越える僕らの心神曲。このクォーツのテーマかな、このジャック・ジャンのタイトルの画面で流れる BGM のアレンジというか、このダンス曲、うん、お、ちょっとすごいなって思っちゃってる。映りなんだよ、なんだよ、なんなんだよ、こんなの全然全然だ。俺たちの我しなりの方がずっと優れてる、勝ってる、そうだろ。僕はそう思っています。くそ、うるさいうるさいうるさい声だ。黙れ観客、黙れ黙れ黙れ。うつり怒られる。静かにしろ、舞台の途中だ。すみません。なんかちょっとちゃんと面倒見てる感があって、注意もなんかちょっと先輩してるな。みんなすごい笑顔。キサルートではなんか気にも留めない感じだったのに、ユイが独尊みたいな感じだったのにね。ちょっとやっぱ先輩してる感じがあるな。どっちの国も関係なく喜んでやがる。こんな風に歌が伝わるなんて。さ
て、いよいよクライマックスだよ。来たね。頼んだぞアドラ。獅子や、お客さんがこの舞台と一体になってる。王国キルゼを感激しているお客さんに変わってる。うん、リンクしてるね。ここまで来れたんだ。お客さんたちを引っ張って来れたんだ。すごい、すごいね、アドラ。はあ、ん？どうしたの、アドラ。すごい景色だなってさ、胸が熱くなって。フミさん泣いてる。アドラの涙じゃなくてフミの涙か。お芝居じゃなくて本当に心の底から。アリ、なんだこれ。ちくしょう、止まれ。海さん、でも本当は俺さ、ただ褒められたかったんだよな。親父と袋によくできたな。母親の方の話はあんまり出てきてないな。アドラの中には、あん時親父たちに褒められたかった俺がそのまま残ってる。だから舞台の最後には引っ張り上げてやんねえと。アドラを、お前はよくやったってさ。私は よくやったね。ここはアドリブなのかな。あなたは頑張り屋さんのいい子だわ。まあこのアドラの涙がアドリブというか自然に出ちゃったものだろうから、このよくやったねっていうセリフはアドリブなんだろうな。ごめんなさい、あなたが愛おしくなって抱きしめたくなったの。みんな見てんだろ。くそ、でも俺ずっとこうしてもらいたかった気がする。ずっとこうやって抱きしめて頭を撫でてもらいたかった。ありがとな。よかった、フミさんの目にアドラが戻ってきた。もう大丈夫だね。今だけ全部忘れちまいたい。この瞬間が終わってほしくない。ずっとずっと。アリ、もう少しだ。獅子や！狙撃か。アドラ、アドラ！クソ男が、何をやってる。女を狙えと言っただろう。ここのさ、テロップはさ、テロップでこのセリフのさ、名前のとこは大鳥でいいのかな？アズール少佐じゃなくていいんだろうか？シーンが切り替わって、その、舞台上のシーンになった時は、キルツェのメンバーの名前から、クォーツのメンバーの名前に変わるんだけど、この演目を演じてる最中だろうと。もうこの背景というか、シーンがね、演目の中に変わったらキャラクターの名前になると思うんだけどな。ここ大鳥でいいのかな。少佐、狙撃手は狙撃手だしな。アドラ、
アドラ、アドラ、アドラ。やっぱりあれだね、アズール少佐は。私はお前を。ここかな、書き換えたって言ったの。書き換えたというか、相談したのかな、大鳥がネジに。アドラ。死ぬみてえじゃねえか。どんだけ視線越えてきたと思ってんだ。でも違う。ああこの調子だからさ、最後の歌は歌えねえわ。ごめんな。お前一人で歌ってきてくれ。私歌えないよ、このままじゃアドラが。だから死なねえっつうの。俺さ、一つお前に黙っていたことがあるんだ。何？本当は気づいていた、お前がクワトラ人だ。そう、なんだ。あのポロッとボロが出ちゃったシーンからかな。アドラには隠し事できないね。まあそこからなんだろうけど、最初から知ってたみたいな。フミがキサの子と女の子ってもう入試の段階から気づいてたみたいな。いつだってフミさんは私の隠している感情に気がついてしまう。それでも見守りたいって思ったんだ。お前がどんなことをやっていくのか、どんな風に変わっていくのか、俺の期待していたそれよりもずっとお前は立派に成長した。いつも私のこと考えてくれた。私がどうやったら成長できるか、フミさんのおかげで私ちゃんとアルジャンヌをやれてるよ。まあここは心の声だからキサなんだろうな。それだけじゃなくて、気づけば目が離せなくなっていた。でこれはアドラのセリフなんだけど、フミの名前が出てるから、これはアドラのセリフをフミとして喋ってるんだろうな今。フミさんは私に恋してくれた。私もフミさんに惹かれていた。お前の夢が叶うところちゃんと最後まで見せてくれよ。ここは最高の特等席だぜ。こんな間近でキルツェのお姫様が見られるなんてさ。観客も待ってる。お前のまだ気づかれてない。だから。わかった。アドラの気持ち。無駄にしたくないから。いい子だ。あ、悪い。黙ってたこと、もう一つあったわ。何？好きだ。なんだ？鈍いなお前。打つならもっと後にしてほしかったぜ。ったく。アドラの最後のセリフ。それが終わればその先は私一人。時間だ。行ってきな。はあ。
適当に引き受けんじゃなかった。何時間も踊りっぱなし。バイト代出るっつってもこれじゃ割に合わないわ。ここで回想か。もうここであれだよな、キサが女の子って気づいたんだよな。高志な、そういうのは承諾する前に言いなさい。もうすぐ交代の生徒が来るから。でここの試験官は江西先生らしい。視聴者の言うところによると、俺全然気づかなかったんだけど、確かに俺イケボだなって言ってたんだけど、多分江西先生だわ。はいはい、わかりました。ただクオーツのアルジャンヌは安くないですからね。ダメだ、立ってらんねえ。あんなのついていけねえよ。もっと体力つけないと。ご苦労さん。お、メアリージェンだ。すっげえムカついた。え、懐かしいわ。そうだった、月さんと一緒に舞台に立つたびに思ってたんだよ。なんかこのセリフも若干メアリージェンを感じるな。血がたぎるような気持ちで、俺が一番だ、絶対こいつ任してやるって。おい相棒、クオーツのジャックエースとアルジャンヌがどんなもんか、ここにいる奴ら全員に教えてやろうぜ。俺らが最強だったな。ああ、フミ出番だよ、暴れておいで。全員後悔すんなよ、ついてこれなくなっても知らねえぞ。私はジャンヌですか。いや、お前はアルジャンヌ。え、で俺はジャックエースだ。あ、どこのシーンだ、冬休みかな。ほら行くぜ。はっ、お前ならもっと踊れるはずだろう。お、切り替えたな。ああ、そうだ、いいぞ、よしフィニッシュ。よくついてきたな、綺麗だったぜ。そっか、お、星空に変わってる。ここから先はシシアの、私の物語、手を引いてもらってきたからこそ、隣に立てたからこそ、フミさんが卒業した後でもちゃんと自分の足で前に進めるように、そういうことですよね、フミさん。うん、行ってきます。よし、最後の独唱だね、シシアの。マジで神曲。だいぶ後ろの背景にも気を回せるようになってきた。
背景今回見よう見ようとしてたらさ、めちゃくちゃ途中ミスったけど、フミのスキルでなんとか助かったな。なんかフミのスキルはミスってもそのグッド扱いにしてくれるっていう、完全にミスっても。そうだよな、なんで隣同士の国でこんな風に上とか下とか言っているんだ。やっぱあれだね、最終の歌、今の読書は背景のあのスチル、キサのシシアのスチル出てたね。あれキサルートのスチルなんだけど、やっぱ他のルートでも出るんだ。確かに長年戦争は続いた。再び争いが起きないことを望んだ。でも俺たちはこんなことを望んだのか。何が国境壁だ、何が無名霊国だ。このままじゃアルバインは差別主義者が治めている国じゃないか。道具ならある。壊しちまおうぜあんな壁。おお、壁が揺れてる。まさか壊そうとしているのか、国境壁を。アルバイン人がなぜ。あの方の歌声だ。あ、このいつかのおじいさんは、はっはっはっって笑いながら、あの彼女の歌がアルバイン人の心に響いたに違いない。俺キサルートでは多分気づいてないなこれ。何でもいい、道具になるものを持ってくるんだ。壁を壊すぞ、アルバインの民と一緒に。よかった、なんか処刑とかされてなかったんだね。もしかしたらね、あのアズール少佐が解放したのかもしれない。おっ、少佐退避を。うん。はあ、え、私が何のために戦っていたのかようやく思い出した。アドラ、小さなあの子の笑顔を守るためだったじゃないか。もはや国のことなどどうでもよくなってしまった。だがアルバイン魂までは忘れていない。反国思想者の処分は自分自身で行う。さらば調査。マジか。このままだと間に合わないね。そんな、二人を置いていくって言うんですか。おいおいおい、壊すの一旦待とうぜ。ただいま、アドラ。私頑張ってきたよ。多分届いたと思う。ちょっと大事になっちゃったけど、アドラはそっちの方が喜びそう。叶うことなら私もあなたに抱きしめてほしかったな。私たちきっと寂しいところが似ていたのね。おやすみアドラ、大好きよ。国境壁の破壊後、アルバイン小国は解放を求める無名霊国民と、それを支えるアルバイン国民たちの勢いを止めることができず、数年のうちに崩壊する。アルバイン小国王とその将校らは投獄され、あらゆる権力を剥奪され一般民となった。20年続いた霊族関係は終了し、元アルバイン小国と元クワトラ共和国は手を取り合った。そして崩壊した国境を中心とする一つの国ができた。それぞれが新たな故郷としたり、心の拠り所としたその国の名は国家崩壊の要因である。新国家建立のきっかけともなった事件で犠牲となった二人の名にちなんで、王国シシア、
アドラゼとされた。へえ。シシラ、アドラ。国境の壁壊すのに巻き込まれちゃったんだ。いい舞台だった。いや、すごい舞台だった。すごい、すごすぎるしょ、クオーツ。やってくれたな、フミ。こんなジャックエースを見せられては、来年からのオニキスは燃えに燃えるしかない。それにあの子、貴様、生半可な歌唱じゃこの感動は超えられないわね。乾杯。お見事よ、クオーツ。王国キルツェ、みんなかっこよかったね。でも私、アズール少佐のところもすっごく感動して。うん、大鳥よかったな。あれだけ悩んでたからな。ああ、大口叩いて自分が結局アズール少佐を演じきれなくて。本当一番悔しそう。もう本当、映りは将来めちゃくちゃ大物になりそう。絶対諦めない。泣いてる。泣いても仕方ありませんよ、うつり。僕たちはもっと強くならないと。行くぞ、神谷、桃なし。めちゃめちゃいい先輩してるじゃん、田中美義。結果は聞くまでもない。ちゃんと後輩二人気にかけてる。ほら、行きましょう。お、いいな、この三人。お、なんかいいじゃん。ねえ。慰める、桃なし格闘と、もうなんか悔しくて、悔しくて、泣いちゃってる移りと、前を歩く田中右。なんか情景が浮かぶようだ。手ぐらい貸せよ、バカ野郎。え、めっちゃいいじゃん。青春じゃん。はいはい。いや、いいわ。なんかこのスポコンというかさ、ねえ、男の友情みたいな。完全にこの全力で戦って負けたみたいな。よかったよ、クオーツ。報告の獅子は最高だったよ。ありがとう、クオーツ、ありがとう。みんながクオーツの名前を呼んでる。ここまでお客さんが喜んでくれた舞台、今までに一度でもあったかな。ないな。やって、体が震える。俺たちすげえことやってのけたんだな。そうだよ。うん、クオーツの舞台にかける思いがみんなに届いたんだ。本当に泣いとる。でも泣き方が独特なんだよな。うおーん、もっとブワーって泣いてほしかった。大鳥泣いてんのか。泣いてたといない。素直になれよ。お前、いっつも一人でコソ練して頑張ってたもんな。そうだよ、ほんと好きだわ。大鳥と移りが俺もダントツ好きかもしれん。何を勝手に見切るんだ。多分今鼻水垂れ流してんだろうな。ほら、フミさん、行きましょう。いや、なんかちょっとめっちゃ感動したんだ。俺は泣きそう。おい、ミツ、手引っ張るなって。足に来てんだよ。ジャックエースが何言ってるんですか。ほら、橘も。はい。
シシア、ファンカルロに引っ張って連れてこられた。クオーツー、たくみつのやつ珍しくはしゃぎやがって。そっか。ほら、みんな綺麗に並べ。みつきも嬉しいんだろうな。この景色、その目に焼き付けとけ。はい。眩しい、眩しすぎるや。本当、目開けてられないよ。クォーツが一丸となったからこの景色にたどり着いたんだ。これが壁の向こうの景色、私たちが求めていた景色なんだ。じゃ、せーのでお辞儀な。せーの、ありがとうございました。ありがとうございました。それではクラス優勝を発表する。よし、まあ当然だよな。クラス優勝はクォーツ。お、ここあれだよね、中座校長キサルートだとクォーツってなんか言ってなかったっけ。着替えてる、早い。やったな、やってやったやったやったぞ、やった、うわ、優勝だ声でけ。おお、ネジ泣いてるのか。泣いてるのか、コクト。ちょっと目に潤みがね。ああ、ルム。というよりいいだろう。悲願達成じゃないか。男は黙って嬉し泣きじゃ。うわ、カイも泣いてる。いや、もう何、え、何このスポコン。やったね、キサちゃん。あの少年漫画のこのスポーツ漫画のこの最終回みたいな。最高のジャックエースとアルジャンヌだったもん。やったぞブラボーブラボー、見せてもらったぞ、お前たちクォーツの魂。カイドウノートには丸ごとクォーツと書いておいた。なんか今まで名前だったのにね。カイドウノートめちゃめちゃ久しぶりに聞いたんだけど、本当冒頭ぶりじゃないか。俺リストの意味ないじゃない、それ。それな。本当に素晴らしい舞台だったわ。同じ76期として同じ学生生活を送れたことを、この先もずっと誇りに思うわ。カイドウ、つかさ、私たちは後輩に託すとするわ。負けないからね。ふん、容赦はしないぞ。うちのクォーツ生は半端じゃねえからな。かかってこいよ、お前たちも。田中右。お、いるのか。え、行くぞって言ってたのに。注意。何言われるんだろうね。王国のシシア、素晴らしい舞台でした。ああ、ネジ先輩が残した脚本をいつまでもいじくっているようでは、あなたは超えられないと分かった。随分と素直ではないですか。高階先輩、後の世代に残していくこと、その意味が少し理解できた気がします。厄介な奴にも残しちまったかもしれねえな、こりゃ。ええ、あいつらを育てます。お、いいじゃん。え、何このルート、なんか展開熱いじゃん。え、な、少年漫画ですか。あ、うつり泣かないです。はあ、ちゃんと洗って返してくださいね、ハンカチ。いいじゃん、この二人どうしたの。では、思わぬ置き土産になったかもしれないな。へえ、いや、キサルートではさ、やっぱ田中美希なんか自分のことしか考えてないというかさ、
俺はまた強くなれるみたいな感じだったけど、いいじゃん。なんかちゃんとうつりとカクトにも目を向けて、俺はこいつらを育てるみたいな。そうだね。あれでジュイって素直な子だから。ま、心配ねえだろ。クォーツの未来はこいつらが守ってくれんだからさ。個人賞出たぞ。うん。あ、ああ、貴様、お前ってやつは金賞じゃねえか。うわ、頭がわしわしに。しかもフミさんも金賞。主役二人が個人賞で金賞。クラス優勝までかっさらって、できすぎたドラマじゃないか。最高。やったな、フミ、橘。本当、すごいね。ちゃんとシシアとアドラが評価されたんだ。やったな、やったな、この野郎。ほんとお前は最高のアルジャンヌだよ。ありがとうございます。んじゃ、景気よく行くとすっか。お、打ち上げ。この流れは打ち上げじゃーい。さあ、今日ぐらいは騒がせてもらいますよ。それは見ものだな。フーミン秘伝の腹踊りを披露してみせましょう。伝授してねえよ、んなもん。ったく。し、貴様。はい。お前も一緒に騒ぐんだ。今日ばっかりは端っこでニコニコは禁止な。え？ほら、強楽の覚悟はお済みか、諸君。おお！打ち上げは歌に踊りに大盛況だった。クォーツの一人一人が興奮冷めやらない様子で、史実の英雄に思いを馳せるように王国キルツェやアルバインのことを語った。それから先輩たちの思い出話やこれからのクォーツのこと、話しても話してもいつまでも話題は尽きなかった。みんなこの場が終わるのが名残惜しくて、会話の火種が消えないように大事に大事に言葉を紡いでいるようにも見えた。楽しそうな笑顔の裏、やがて来る終わりをみんなが背中で感じていた。この時間が、この場所が愛おしくて、いつまでも離れたくないと思った。フミさんもきっとそう。なんだよそりゃ。みんなの姿をその目に焼き付けようと視線を交わしていた。みんなの言葉を一つも聞き逃さないように耳を傾けていた。時折目に光るものが見えたような気がした。今のフミさんはちゃんと弱さも持っている。私はそれが以前よりも美しい花に見えた。いや、よかったな、フミルート。ユニベール公演が終わってもう一週間が経つのか。先輩たちは卒業の準備中、私たち在校生は学校の授業を受けながら自主練習に励んでいる。公演に向かって駆け抜けるような日々を過ごしていた私たちにとっては、自分と向き合うために与えられたほんのわずかな休息時間かもしれない。私はこれからもユニベールにいられるんだ。でもユニベールにただいられたらそれでいいってわけじゃない。みんなと切磋琢磨しながら
舞台を作っていくことに意味があるんだってこの最終公演が教えてくれた。気持ちを新たに頑張らないと。ふみさん、今は何してるんだろう。よし、じゃあ一旦ここで終わりますか。いや、よかった、ふみルート。なんか、みんなが前向きにというか、すごく、スポーツ少年漫画なんか、スポーツ少年漫画っていうのかな、みたいな、すごい試合の最終の夏の大会の後みたいなね、もう、敵も、味方もみんな、いいやつに見えるというか、そういう終わり方。なんか、俺ちょっと、泣いちゃいそうになった。もうスポーツ漫画大好きだから。はい、ということでお疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。